ヤンキー誠です。加藤のりこです。さあ、タイニータイニー、この番組ではあなたの毎日に小さな喜びを届けていきます。小さな喜びがいつしか大きな幸せとなって人生を輝かせていく、そんなコンセプトでお送りしてきたわけですが、今回でなんと記念すべき100回を迎えました。ありがとうございます。まあ、今までハロープロジェクトのメンバーやハロープロジェクトの OG メンバーをゲストにお迎えしていろいろお話を伺ってきました。誠さん、振り返ってみていかがですか、100回。はい、そうですね、やっぱりこうステージで見る彼女たちとはまた違った一面をここで、垣間見れるのが、お話できるのが楽しいなと思いながらやってまいりましたが、加藤さんはいかがですか、100回。私はなかなかメンバーの方々と触れる時間が少なかったので、はい、そのパーソナルな部分がどういう人なのかなと思ってたんですけど、うん、掘れば掘るごとに面白く魅力的で愛おしい女の子たちがいっぱいいるなと思ってやらせていただいておりますが、100回目からまたね、パワーアップして頑張っていきたいと思いますので、うん、今回も最後までじっくりお付き合いください。ということで、タイニータイニー100回目のゲストはこの方が来てくれました。モーニング娘。ワンナインの福村瑞希です。福村瑞希、1996年10月30日生まれ、東京都出身。2008年ハロプロエッグに加入。2011年モーニング娘。に9期メンバーとして加入。2014年モーニング娘。のリーダーに就任。2019年9月からはモーニング娘。ワンナインコンサートツアー秋心&体を開催中。今回は10月30日に自身6冊目の写真集を発売するモーニング娘。ワンナインの福村瑞希を迎え、楽しいトークをお届けします。まずはモーニング娘。ワンナインの最新の活動情報を教えてください。はい、15期メンバー、新メンバーが加入して初めてのツアーが始まりました。そっか、はい、今絶賛開催中なんですけど、はいはい、全部で30公演以上あって、結構いつもよりも多いので、体力作りだったりとか、こう14人での新しい見せ方っていうのにこう日々挑戦中だったりだとか、個人的には写真集の撮影を台湾でしてきました。おー、素晴らしい。うん、じゃあ一個ずつ聞いていこうかな。まずその15期メンバー、はい、どうですか、なんとなくキャラクターがつかめてきたりとか。はい、6月に加入したんですけど、はいはい、もうとにかく可愛いです、みんな。もうでもその子たちはコンサートとツアーなんて初めての経験 で、 そうですね、なんか大変なのをこう教えてあげたりとか見守ったりとか、はい、たくさんレッスンに参加して、うん、みんなで教えて、まあ、時には厳しいことも言ったりもして、うんうん、でも初日迎えてこう練習通りにしっかりできたんですよ。あ、本当、それが本当にすごいことだなって思って、もうみんなでもう褒めまくりました。よくできたねって。あ、本当、そっか。そしてそうなんだよね、6月にはダイヤカちゃんが卒業したので、はい、ハロープロジェクトのリーダーになって、はい、なりました。どうですか、その責任というか。うん、やっぱり今まで2人でやっていたので、その責任感っていうのはこうかなりきたというか、私みたいな感じというよりかは、一人っていうちょっと心細さとかもあるんですけど、でもこう今まで二人でやってて、その学んできたことをちゃんと一人で生かしていこうって思いましたし、エンジンを組むときにこう言うんですよ、一言、はいはい、その気合い入れとかもすごく本番前に考えたりします。あ、そうか、それもリーダーが考えなきゃいけないんだっけ。もうプレッシャー、本番よりもちょっと気使うっていうかね、ちょっと緊張しちゃったりとかもして、うん、うまくできたかなって思う時もあるんですけど、うんうん、でもみんなを見る目も変わって、なんかなんて言うんでしょう、それぞれのグループがすごく愛おしく見えるというか、うん、もっと好きになろうって思いながらこうパフォーマンスとかを見てると、本当にメンバーでありながらファンであるみたいな気持ちになって、こういつでもこの子たちのアピールはできるぞっていう気持ちです。ハロープロジェクトなら私に任しといてみたいなっていう気持ちはあります。素晴らしいリーダーですね。なるべくしてなった人だね、やっぱり。本当に本当に。で、前回の登場がそんなに前じゃないんだよね、はい、2019年3月春に来てくれましたけれども、はい、まあ、この半年で何か特に印象残ってる活動とかってありますか。夏にロックインジャパンフェスティバルっていうの、フェスに参加させていただいて、その時は、まあ、11人体制の時だったんですけど、
50分間外でこう歌って踊りまくるっていうのがやっぱり経験がそんなにない分、そうか、こう結構緊張していて、そのために体力作りとかも頑張っていたんですけど、もう本当にすごい数のお客さんが来てくださって、ね、うん、モーニング娘。22年続いてる中で一番大きい会場っていうんですかね。そうなのか。でやらせて噂に聞きましたよ。本当ですか。そこには3万人いたとか4万人いたとか、いろんなね、フェスで4、5万人の方がいてくださって、でも見せたっていう記事は読んだ。ありがとうございます。すごいなと思って、その時に体力お化けって体力お化けいただいて、はい、なんかミュージシャンの人たちそこまで動かないもんね。そうです ね、だからやっぱりこう女の子のユニットっていうかバンドじゃない人たちがそこで見せ続けるっていう50分っていうのはまた違うもんね、はい、こう集団っていうのを生かして、ね、初めて見る人も多いし、はい、うん、すごくいて、こうラブマシーンとか歌ったりすると、うん、みんながやってくれるんですよ。知ってるもんね、はい、それがすごく嬉しかったり、うん、こう先輩方に改めて感謝だなって感じたり、そこがモーニングの強さだよね。そして先ほどおっしゃった台湾で写真集の撮影を、はい、これなんで台湾にしたの？台湾って結構コンサートとかファンミーティングではお邪魔してるんですけど、うん、まあ、今回台湾に行くよって聞いた時に一人で台湾に行くのかって思って。台北？台北です。もう楽しみにしていたんですけど、全然想像してたよりもこう自分の知らなかった一面がたくさん見れて、例えば商店街を 歩いたりだとか、こう海に行ったりっていうことが初めてだったんですよ。なのでこう、あ、知ってるようで全然知らなかったんだって思って。そうだよね。こう美味しいマンゴーかき氷を食べたりとか、もうマンゴーは今まで食べた中で一番美味しかったですっていう体験をしたり。激しく同意です。もう私もこの間行って、はい、それはマンゴーを1日1回食べるために、はい、台北に、夏の 台湾に行くっていう。すごい美味しいですよね。感動するよね。一番美味しいってもう自信持って言えるので。そう、10月までに行かないと食べられなくて。そうだったんですね。そうなんです。だから一番いい時に行けて、プライベートも楽しんじゃいました。あ、素晴らしい。その写真集はタイトルは他者、感謝、感謝他者というタイトルというタイトルです。なるほど。誕生日に発売なんですけれども、23歳の誕生日に発売します。タイニー、タイニー。さあ今回も水木ちゃんには内緒でアンケート答えてもらっております。はい、今回答えてくれたのはモーニング娘。ワンナインの石田あゆみちゃんと道重さゆみちゃんのお二人です。すごい。どうですか、さゆみんから。怖い、嬉しい、嬉しいです。嬉しい。さあどんなことを書かれてるんでしょうか。はい、怖い。福村瑞稀の魅力的なところ、道重さゆみちゃん。福ちゃんの好きなところは、ちょっとしたことですごく喜んでくれたり、嬉しそうにしてくれたり、照れたりするところです。例えばみんなでご飯に行った際に、私が福ちゃんの隣に座った時には、道関さんと隣だ、やったーって本当に嬉しそうな笑顔で言ってくれたり、今年の私のお誕生日に近い日に、たまたま事務所でばったり会ったのですが、その時これまたたまたま私へのお誕生日プレゼントをマネージャーさんに預けるために持ってきてたみたいで、偶然が重なり直接もらえたのですが、終始笑顔でずっと嬉しそうにプレゼントを渡してくれました。あげたんだ。はい、道重さんとはこう、まあ、活動長くしていたので、こう会えなくなるのってやっぱ寂しいじゃないですか。こうそんな中で偶然会えたっていう嬉しさと、そう、やっぱ直接お誕生日プレゼントをお渡しできるっていう嬉しさだったり。確かに。そう、ご飯に行った時も嬉しかったですね。どういうところが好きなの？なんか存在が可愛いじゃないですか。あの人事務所にいる時も可愛いよね。可愛いです、ね、その道重さんのオーラっていうのが可愛くて、じゃあ福ちゃんはもうニコニコしちゃうんだ。もう一緒にいると幸せ。なるほどね。石田あゆみちゃん、福村瑞稀の魅力的なところ、自分がハロープロジェクトの一番のファンだというところ。自分のファンの感覚を生かしてファンの皆様の気持ちを理解したり、ファンの皆様が喜ぶかどうかを常に考えていて、他人にはない価値観を持っていると思います。メンバーの一人一人の魅力を把握してくださっているところ、福村さんと話していると、瑞稀はね、この子のここが好きなんだと私には気づけなかった魅力を教えてくださり、この方がリーダーでよかったなと思わされています。この方が頼られてますね。嬉しいです。やっぱそういうのを
持ってるから人にも伝わって、うん、なんか私たちのことを見てくれてんだなっていう安心につながってるんだね。もうでも私探そうって思わなくてもメンバーのいいところとかすごい見えてくるので、なんかやっぱいいと思ったことって伝えた方がいいなって思うので、その子の自信とかにもつながると思うので、よく特にあの石田亜美ちゃんはサブリーダーなので、はいはい、一緒に話したりしますね。ああそうか、こここうだね、よかったねみたいな、はい、なるほどね。福村瑞希が成長したと思うところ、道重さみちゃん、すごくおしゃべりに成長した。私がモーニング娘。にいた頃の福ちゃんはおしとやかな感じだったのですが、この間久しぶりに長時間話した時、マシンガントークでびっくりしました。元気に楽しそうにいろんな話をしてくれてすごく嬉しかったです。それはもともとは喋れたけど照れちゃって喋れてなかった人なのか。いや私喋るタイプじゃなくって、うん、結構こう聞き側の人間だったんですけど、うんうん、リーダーになってから変わって、なんか話すのが大好きに今はなって、うんうんうん、だから道重さんのもう存在が大きすぎて、あの最後の方喋れなかったんですよ。なんかあのもうすごい神様みたいな感じの存在だったから、うん、もうかっこよすぎてなんかちょっと緊張しちゃったりとか。なるほど。してたんですけど、だいぶ自分も大人になって、はい、今はそう嬉しいこととか、うん、そのなんていうんだろう、直接伝えることができます。神様により近づいて喋れるようになって刺激をもらうみたいな。はい、なるほどね。印象に残っている福村瑞希との思い出、石田亜美ちゃん、20歳を記念したバスツアー、うん、先輩後輩の関係だけど年齢は同じで、加入してすぐの頃から仲良くさせていただいているのですが、バスツアーを通じて後輩である自分にも福村さんが頼ってくださってると感じられた気がしました。私がサブリーダーになったことに対して、あゆみちゃんは役職持つ前からサブリーダーのような行動をしてくれてたから大丈夫と話してくださり、自分らしくサブリーダーをやってみようと思えたのは福村さんのおかげです。だそうです。もう本当に楽しくで、うん、あの事前準備の時点で楽しかったんですよ。はいはいはい、2人でこういろいろ話しながら、はい、あの山梨県に行ったんですけど、うん、2人で山をイメージした服と梨をイメージした服を選ぼうとか言って、はいはい、こう一緒に服を選んだりだとか、うん、あとはそのバスで配られるなんかはがきみたいなものを、うん、その、まあ、1人1枚ずつこう書いたりするんですけど、うん、それを勝手にこう2人でハートであの重なるようにこう家であの調節しながら書いたりだとかっていう、その事前準備からすごく楽しかったんですけど、もう2人でライブができるとか、もう本当に特別なことだらけで。そっかそっか。先輩後輩だけどすごくもうそんなの実は関係ない。関係ないですね、うん、もうあの10期メンバーは特にもう9ヶ月ぐらいしか差がないので。なるほど。もう関係なく頼れるし、はい、頼られる仲間みたいな。そうですね、感じなのかな。はい、福村瑞希を尊敬しているところ、見習いたいところ、石田亜美ちゃん、しっとりした曲での唯一無二の歌声、優しいのに芯はあるからすごく心に響きます。リーダーだからという言葉に逃げないところ、リーダーだからではなく福村瑞希としてありたいと話してくださったことがあり、かっこよかったです。頼られたり任されたりするのはリーダーだからではなく福村さんの力だと思うから、もしもその成果をリーダーだからねで済ます人がいたら私が懲らしめます。かっこいいですね。かっこいいね。いいですね。疑いもすごい素敵だし、リーダーであるけれども福村瑞希だからって言えるところがやっぱり嬉しいです、うん、最初の時本当に気にしてたので、なんかリーダーだから私が選ばれたとか、そういうふうに思っちゃったりとかすることもあったから、はいはい、そう言ってもらえてすごく嬉しいですし、あの石田亜美ちゃんすごい私の歌褒めてくれて、はいはい、あの結構ライブで静かな楽曲をやるときに、みんながこうずっと弱い感じだとダメだよねって話してて、で福村さんの歌声は絶対繊細な方が似合うから私が強めで歌いますみたいな、っていう風に調節してくれたりとかもしてくれます。そうか、だからディレクターさんだけの指示じゃなく、メンバー内で、はい、話し合って、福村さんの魅力はこうだと思うからって話してくれて、じゃあ美月ちゃんが褒めるばかりでもなく、他のメンバーもそうやって。そうですね、もうモーニング娘。は本当に互いを褒め合って、もちろんあの注意とかもし合うんですけど。まーちゃんに。あ、もうそうですね。そうか、はい、そうやってなんかみんながこう
補ったりとかして、はい、大きくなれたらいいなと思って、ね、でもちゃんとなんか、あ、まあでも福ちゃんやってるのリーダーだしっていう人がいたら懲らしめるっていう味方がね近くにいるっていうのは心が嬉しいよ ね、 心強いですね。ね、このお互い理解し合ってる感じが本当にすごいにじみ出てますね。嬉しい人溢れてます。最近のモーニング娘。に感じること、道重さやみちゃん、新メンバーも入ってさらにみんなで切磋琢磨して頑張ろうという気持ちが見えるし、グループ自体がすごく前向きなイメージです。見るたびに歌やダンス、表現力、そして体力までも成長していて素直にすごいなと思います。これからも今のモーニング娘。だからこその活躍をして輝いていってほしいです。期待しています。嬉しい、うん、ね、なんか染みますね。染みますね。ちゃんと卒業しても見てくれてて、はい、見ててくれてます。なんか言われる？でも歌声が好きって言ってくださったりとかしますし、あの道重さんが卒業した頃にいたモーニング娘。のメンバーが今5人しかいないんですよ。でそういう話をこう5人でしたりとかすると、頑張ろうねって、その道重さんも見てるから頑張ろうねっていう気持ちになります。大きな先輩で大きな背中が残ってるから、はい、そこを目指してというか、もう恥ずかしいことは見せられないと思って頑張ります。ということでアンケートだったんですけど、はい、なんか100回にしてここまですごい分量の返事いただいたのは割と初めてかも。あ、そうなんですか。うん、だから長文でね、うん、福ちゃんにおけるみんな思いがすごくあるんだなって思いました。お二人の、あの真面目さでもあります。いや、この二人のね、はい、でもこの気持ちは伝えたいっていうのがきっと、はい、たっぷり詰まったアンケートだったなと思いますけど、いかがですか。前回コテンパンにされたので前回生田絵里奈ちゃんと竹内あかりちゃんだったんですけど、あ、そうか、コテンパンにされたのでそうかそうか、今回あのこんなに褒められていいのかなみたいな。そう、すごいね、たくさん書いてくれてるよ。嬉しいです。ギチギチ書いてくれてる。だから本当一言で終わる人も いたりしますから、これだけ、ね、なんていうのかな、エピソード愛情あふれる回答が返ってきました。嬉しい。ということで、ね、なんかすごくプレッシャーに感じることもあるのかもしれないけど、こんなに近くに仲間がいるってことも、ね、はい、ね、知ってもらえたら嬉しいなと思いました。ありがとうございます。番組後半ではまたまた詳しいお話を伺っていきます。私の人生エンジョイ青春ライフ、落ち込んでちゃそんなのもったいないでしょ。青春モーニング娘。ワンナイン青春ナイト。タイに世界機構、このコーナーでは世界各地の料理を紹介して食を通じて小さな喜びをお届けします。さて今回はどんなお料理に出会えるんでしょうか。モーニング娘。ワンナインの野中美希です。横山玲奈です。タイに世界機構、今回は私たちが実際にお店にやってきました。今回来たのはこちら、じゃん、ソウルフードハウスさんです、はい。こちらはアメリカ南部料理のお店なんですけど、はい、アメリカ料理って言ったらどんなイメージがありますか。なんですかね、がっつりしたイメージがあります。やっぱり確かにこうお肉とかこうステーキとか、やっぱそういうイメージが強いですね。なるほど。私もアラバマに住んでいたことがあって、はい、アラバマ南部出身者ということで、まあ、ちょっと懐かしい料理がたくさん出てくると思うんですけど、まあ、紹介しながら楽しんでいきたいと思います、はい、それでは行ってみましょう。オーナーのラトーニアさんです。よろしくお願いします。Nice to meet you as well. I have lived in America for 8 years when I was little. Oh really, where? In Alabama. Okay. And Illinois. Oh, we're neighbors. I'm Mississippi. Oh really? Yes. Wow. でもせっかくなので、はい、ちょっと英語で質問をしていきたいと思うんですけど、はい、まあ、あの日本語でも少し通訳していきたいと思います。ありがとうございます。頑張りたいと思います。じゃあ早速質問していきたいと思うんですけど、 When have you started this restaurant? This restaurant started in 2015, so it's 4 years old. 2015年にこの店を始められて、はい、4年になるそうです。 Why did you start this restaurant?
I miss my home food. And so many people did as well. In Tokyo. Yes. So it's a food of comfort. So it just really, I am now a mother and I have a son, he's 5 years old. And when I was pregnant with him, I love Japanese food. Ooh. But I wanted home food. Yeah. I sometimes really want to eat American food as well. I really wanted to show in Japan that American food was more than hamburger, hot dog, and steak. ハンバーガーとかホットドッグのイメージがすごく強いと思うんですけど、それ以外にあるよっていうのも伝えたかったという。知りたい、確かに確かに知りたい。じゃあ私からもいいですか、質問。私あんまりアメリカ料理を食べたことがないんですけど、そのアメリカ料理の特徴ってどんな特徴がありますか？American food, there are so many different dishes, but I'm from the South, and in the SouthThere's a lot of history and comfort that comes from American food. It's considered soul food, Southern food. In this case, we do things like mac and cheese. And, well, one of our favorites is catfish. Catfish? Namazu fry. Namazu. 気になる namazu. Things like cornbread and fried chicken. Now, Japan does really good fried chicken. But America does too. Yes, of course, exactly. So it's just really food that makes you feel good and makes you feel like family. We heard that we are able to eat Southern food today, so we are so excited. Well, I am excited too, so let's eat. Okay. 食べましょう、食べましょう。お料理が来ました。美味しそう、美味しそう。お腹空いた。はい、そしてデビッドさんです。よろしくお願いします。よろしく。今日は、説明をお願いしたいんですけど、まずこちらのマッキンチーズから。So, mac and cheese はエルボーマカロニヌードルとチーズソースとチェダーチーズ乗せてるとオーブンベーク、すごい美味しい。普通に、そのまま食べて、あとたまにホットソース乗せてる。ホットソース私乗せたことない。ピリ辛けど、もし辛いが好きじゃない、そのままでいい。こちら南部料理に入るんですか？うん、あ、そうなんだ。結構入る。いや、もうすごく私も懐かしの料理の一つなので、なので食べるのが楽しみです。それではまずね、じゃあ食べていきたいと思います。よっこやん、ぜひ。いただきます。すごい出来たてだから、楽しみ。いただきます。懐かしい。懐かしい。あのメンバーで、あのコンサートでニューヨークに行った時にこう食べて、初めて食べて、そっからすっごい大好きで、なのでこうそうなんです、そうなんです。久々に食べてやっぱ美味しいですね。やっぱマカロニ、マカロニとチーズってやっぱり合うんだなってこう思いますね。そう、ずっと食べたかったんですよ。よかった。ずっと食べたかったんです。そう、ここに来る前もずっと楽しみ楽しみって言ってて、食べるのが。そうなんです、美味しい。そして続いてこちらのお料理なんですけど、まあ、お魚ですかね。いや、ナマズ。ナマズ。ナマズ。ブラックキャットフィッシュ and グリッツ。グリッツはトウモロシコをちょっと潰したと、ちょっとおかゆみたいけど、10倍美味しい。おかゆの10倍美味しい。チーズ入った。あと、ナマズはブラケンは、そらケージャンシーズニング。ちょっとピリ辛。でも、チーズグリッツとブラケンキャッフィすごく似合う。初めてのナマズ。いや、ほんと緊張します。ナマズの味って全く…気にしない。すごく美味しい。すごく美味しい。魚。ちょっといただきます。そう、普通のナマズイメージは。いただきます。美味しい。ナマズってこんな味するんですね。すごい美味しい。でも初ナマズ。本当魚っていう感じで、すごい
柔らかいし食べやすいしでちょっとピリ辛なのでこう私はこう辛いの好きなのですごいいい感じですごい美味しい。いただきます。いくつだかな。いや大きい。それはアラバマの国旗。アラバマの国旗。キャットフィッシュってすごいヌルヌルしてるイメージあるじゃないですか、うんうん、なのにこうやって出来上がったものを見て食べると全然違うんですよね。しかも白身魚だしすごく柔らかいし、そしてあのグリッツの方も私あんま食べたことがなかったんですけどすごい優しいトウモロコシの味わいでなんか食べたことないのに懐かしい気持ちになりました。やっぱり南部ってコーンブレッドとかもあるからやっぱちょっとコーンの味を感じるとあ懐かしいって多分ちょっと思ったりするのかなっていう感じで、あとはスパイスとかほうれん草とかともすごく相性が良かったので、うんうん、美味しかったです。はい、そしてもう一つソフシェルクラブ、カニですよね。でもこれそう、マルゴプのクラブはシェルは全部食べて、うん、で大丈夫から全部食べれるんだ、だから多分揚げ物ではすごく美味しい。スライドちょっと難しいけど多分足から食べて、うん、全然大丈夫、カニがハンバーガーの中に入ってることも斬新なのに全部殻まで食べれるっていうのもすごいよね。いではいただきます。丸ごとうんうんほんとだ柔らかい、うんうん、これ本当に殻めちゃめちゃ柔らかいですね、うん、なんか足ってもっとねそれこそ硬いのかなって思ってたんですよ。しかもこれは食べたことないので結構私にとっても新鮮でしたね、うん、ハンバーガーにするっていうのもなんかちょっとアメリカらしくていやそうですねいいなって思います。さあ今回はアメリカ南部料理をご紹介しましたが、はい、どうでしたか？そうですね、私はそのアメリカ料理をあんまり食べたことがなくてこうアメリカ料理のイメージとしてはこうお肉とか、うん、ポテト、ハンバーガーみたいな、うん、そういうイメージが強かったんですけど、うん、こうナマズだとかそれこそこうさっぱり系の料理とかもすごく多くて本当いろんな料理がアメリカにあるんだなと思ってもっと調べてみたくなりました、うん、そして私の中はアメリカに8年間小さい頃住んでいたので、うん、南部に住んでたので今回南部料理を食べることができて、はい、すごい懐かしい気持ちに至ることができましたし、うん、新しいこのなんだっけ、ソフトシェルクラブとかは初めて食べたので新しい発見もできてすごい楽しかったです。今回のタイニー世界機構はアメリカ南部料理のご紹介でした、これを見ているあなたもぜひアメリカ南部料理食べてみてください。そして私たちはこの後は、こちらの南部料理ちょっといただきたいと思います。はい。バイバイ。バイバイ。一人で生きられそうってそれってね褒めているの？一人で生きられそうってそれってね褒めているの？強がり隠す弱さ。ジュースジュース。タイニータイニー、今回はモーニング娘。ワンナインの福村瑞希ちゃんをゲストにお迎えしてお送りしております。後半はパーソナルの部分も伺っていこうと思います。最近涙したの？涙したことあります。何が起きたんですか？メンバーのみんなで殴り合い違います。散々仲がいいって言いときながら、まあ、まあ喧嘩もしますけど、うん、その時はグループについて話し合った時に、なんかチャンスがこう1回しかない現場ってたくさんあるじゃないですか、その中で私の中で後悔が残った日があって、はいはい、それを伝えたら涙が出てきちゃいました。それは、はい、福ちゃん自身がこうだっていうことでもなくてみんなのモチベーションだったりとかパフォーマンスがうんみたいな、もうちょっとこうなってほしいなみたいな、なんか平均点だったねって言われて、大人のスタッフの方とかに言われた時になんかいや違いますって言えなかったんですよ。なんかちょっとやっぱ
なんて言うんでしょう、こう期待されたものに答えられなかったのが悔しかったっていうのがあって、うん、で、やっぱ体制が変わったからできなくなるとか、うん、自信がなくなるっていうのはもう見てる側には関係ないことなのに、それを分かってたのにできなかったことがすごく悔しくって、うん、メンバーで話し合った時にその泣いてしまいました。その気持ちはその後にみんなには伝わったのかな？伝わったと思いますし、半分ぐらいみんな泣いてました。だから一回なんかみんなもなんか出したかったタイミングだったのかな、いろんな感情とか確認したかったりとか、なんかそんな風になるとは思ってなくって、でもなんかそれぞれがその今楽しいですって子もいたし、悔しかったってメンバーもいたしっていう、そのメンバーのモチベーションを知れた時でもありましたし、なんかもう15期もいる時だったんですけど、なんか15期も改めて頑張ろうってちょっとこう決心してくれた日でもあったので、あ、なんかこんなに早くむしろ14人でそういう話し合いをできたことは嬉しかったなって。そっかそっかそっか、今までにはなかったことだなって。そっか、でもそういう機会がないと確認できなかったり、はい、ですね、なんか泣きたいわけじゃないけど、行くよりは全然こうみんなで話して、分かり合えたので、いい涙だったかなって思う。そのワンチャンスで好きになってくれる人もいれば、もう見ないって人もいるもん ね、 そ、 うですね、それが悔しくて。そうだよね、でもそこに気づけてるのがすごいと思う。ありがとうございます。話し合いしようよっていう、めんどくさいし、できればもう、ね、なかなかもうそのまま済ましちゃいたいけど、そこにちゃんと立ち向かうっていう姿勢が素晴らしいと思います。その涙無駄じゃない。ちょうどやっぱモーニング娘。とかハロープロジェクト、他のグループもそうですけど、軌道に乗った頃に新しいメンバーが入ってきたり、そうですね、慣れた頃に、それこそフェスで体力お化けとか、すごいって言ってもらったこうものがあって、そのプレッシャーとかも結構あったんですけど、そっか、それにやっぱ今は打ち勝ちたいって思ってます。そうだね、そこは戦うべきだもんね、はい、そう、せっかく新しいお客さんというかファンの方が来てくれる、すごいっしょって言いたいもんね。言いたいです、自信持って。そっかそっか。で、まあ、ハロープロジェクトのリーダーにもなって、なんだろう、みんなとの関係とか、なんか関係性変わってきたりする？そうですね、この半年間でだいぶまあ、メンバーも入れ替わったというか、卒業だったり加入もハロープロジェクトの中であった中で感じたのは、自分の心境の変化ももちろんなんですけど、後輩たちがすごく変わったなって思って。ああ、そう、近づき方が、なんて言うんでしょう、大人になったなって。その、まあ、私は9期メンバーなんですけど、12期メンバー以降のみんながすごくこう15期に教えて、こう率先して教えてあげる姿を見て、あ、頼もしくなったなって感じたり、もう他のグループでも、なんか、まあ、その時期に入った子たち、その後輩の子たちがなんかもう私上から4番目なんですって。あ、そうか、気がつけばみたいな、なんかしっかりしなきゃ、誰々さんが卒業する分私がしっかりしなきゃってなってる姿を見て、あ、なんか後輩だった子たちがすごく大人になってるって思って、こうなんか任せられることが増えました。タイニータイニー。ご自身にとって家族はどんな存在ですか？賑やかで平和です。あ、そうなんだ。はい、もう常にうるさくて、なんかそういうあったかい家族でいそうなのは分かるな。はい、まあ、兄弟喧嘩もしますし、全然楽しい話で盛り上がったり。兄弟は何人いらっしゃるの？3人いて、真ん中で、なるほど、男兄弟に挟まれてる。そっかそっかそっか。だからちょっとこう結構暴れたりとか。なるほどね。多いんですけど、はいはい、今回はその家族の癒し動画を、癒し動画を見せてくださるということなので、こちらです。これもプラムちゃんです。プラムちゃん。ここちっちゃい。ソマリーです。プラムちゃん椅子に座ってるカゴの中。なんかハンモックみたいな。ちょっとイライラしてるところを撮影します。目が大きい。プラムが寄ってきてるの？いえ、私が携帯で寄って、嫌がって猫パンチするっていう動画です。痛い。
怒ってる時がすごく好きで、これも猫パンチであの動画を消されるっていう。あ、本当。猫パンチした衝撃であのボタン押しちゃって消されるっていう、動画なんですけど、はいはいはい、怒ってる姿が可愛くて、にゃーってこう膝の上乗ってくるんじゃなくて、はい、そっちじゃないんだ。ちょっと拗ねてたりとか、くんなくんなみたいにしてるのが可愛くて、怒ってる動画ばっかりになっちゃいます。でツアー行ってる時とかは家族からこう今日のプラムだよみたいな、はい、送られてきたりします。で癒されて、癒されますねすごく。そして、前回そうそうよく覚えてます、はい、エレベーターのボタンへのこだわりがすごくあるっていうことを伺ったんですけど、はい、他に、こだわっていることがあると、うん、はい、私絵を描くことが好きなんですけど、そこまで得意じゃないんですよ、はいはい、でこうその力を発揮できる場所って、うん、あのツアーのグッズとかにこう日替わり生写真っていうのがあって、そこにこう何月何日会場名みたいなのをこう毎回書くんですけど、あの20周年の、うん、モーニング娘。が20周年迎えた時に歴代メンバー全員の似顔絵を描こうと思って、うん、すごい頑張りました。めちゃめちゃいるじゃんね。41人その時はいて、描いたんだ。振り分けてこう共通点だったりとか、現役メンバーと OG の型をこう組み合わせて、大変やってみました。本当すごい大変だったんですけど楽しかったです。それはご本人とかが見たの？王子見た、見てないか。見た人もいて、そのすごいですってこう言ってくれたメンバーも言ってくれました、うん、すごいな。これは、うん、ダブルレイナで田中レイナさんと現役の横山レイナちゃんのコラボを勝手にここでさせました。いやいや、これファンの人嬉しいでしょう。はい、で一番右は石黒彩さんと加賀楓ちゃんなんですけど、うん、あの石黒さんのお子さんが加賀楓ちゃんと同い年、同い年なんだ、はい、っていうのを聞いて、あ、ここは共通点だ、よく見つけましたね。モーニング娘。の娘みたいな感じで、そっか、一緒に描いたりとかっていう、その組み合わせをいろんなもので。すごいな。タイニータイニーで、お仕事で今現在力を一番入れていることっていうのは何ですか？やっぱりハロープロジェクトリーダーになったので、メンバーとの距離感を近めようと思って、最近で言うとビヨーンズと仲良くなりました。あ、本当、はい、それはなんかコンサートで会った時とかに声を、はい、割とかけに行くとかと。そうですね、お仕事の話も世間話とかもすごいたくさんするようになって、リーダーの高瀬くるみちゃんはすごくこうなんかリーダーとしてどうしたらいいですかってすごく聞いてきてくれるので、私はこうしてるよってその度にこうなんて言うんでしょう、例を伝えたりだとかっていうお仕事の話もありながら、あの江口さやちゃんでも15歳若いメンバーのことをなんか質問形式で、アイドルにとって一番大事なのは何でしょうみたいな。あ、なるほど。そういう、あの、なんて言うんでしょう、そういう伝え方、こう上から言うんじゃなくて相手も考えつつ一緒に考えながら、なんかサイリンにはこうなってほしいなみたいな言い方をして、いい会社だな。伝えたり。本当、あのビヨンズの自己紹介がすごく面白くて。そうだね、はい、だからその長いやつ、はい、なんか好きな白黒の動物はパンダですみたいな、結構面白いのがたくさんあるので、うん、私もビヨンズ風に、うん、あの考えたのを披露したりとか。え、なになに？あの漢字で書くと42画福村瑞希です。面白い。みたいな、なんだろう、風格あるな。なんかそういうのをふざけて、うん、みんなで考えたりとか、じゃあ割と同じ目線になって、うん、そうです ね考えたりおしゃべりしたりして、もうだいぶ話せるように。なんて呼ばれてるの？あ、福村さんなんですけど。福村さんなんで。福ちゃんにはならない方でしたね。いや、でもハロープロジェクトへの愛がひとしきり多い、たっぷりですよね、福村さん。それがにじみ出てますね、はい、なんかやっぱ自分の好きなハロプロがあって、うん、そのメンバーがどんどん卒業して、私今先輩がいないんですよ。そうか、ここ最近卒業のニュースがね、はい、続いてるもんね。でもやっぱり自分の好きだったものとか、自分が大事にしてるものってどうしても残したくて、そうやってこう地味に伝えていく。いやいや、その熱量すごい大事だし。、はい、だからこそ海外にもファンの方がいらっしゃるっていう、ね、宝だよね、うん、そうですね。素晴らしい。最後になりますが、個人的な目標を聞かせてください。そうですね、自分自身こう福村瑞希一人の存在がグループに影響を与えられる人になりたいなって思っていて、
やっぱファンの皆さんだったりとか、もっとこう全然知らないような方たちにも知っていただけるきっかけになれたらいいなって思ってます。なるほど、はい、でまたツアーとかに出ていって、どんどんその輪を広げていって、はい、モーニング大好きって言ってくれる人が一人でも二人でも増えてくれること、そうですね、願ってます。個人的っていうか、もう本当にハローモーニングなんだね。まあそうです ね、なんか肌をきれいにしたいわとかじゃなくて。まあでもそういうことももちろん含まれてるんですけど、なんかその成長がまだまだ楽しみです、はい、頑張ります。気になるあの子に会えるから、名前も知らぬメガネの男の子、優しい顔した男の子、あメガネメガネの男の子、ビヨンズお送りしてきました。タイニータイニー、残念ながらお別れの時間となりました、はい、久村さんリーダーどうですか、2回目となりましたけれども、はい、あの前回からそんなに期間は空いてなかったんですけど、半年の中で本当にすごく変わったので、ね、そのこう今しかない感情っていうのも多分あると思うんですけど、そんなお話をできて嬉しかったなって思います。半年で、でもすごくしっかりした女性になってるんだなっていう意識だった、今回は、本当ですか、でも実は昨日電車あの方面間違えて乗ったりとか、全然してます。そこ直ってないの、よかった。バランスあるからね、人には人のね、なるほど、でも気をつけてちゃんと目的地に着くような一人あってほしいし、またなんかこう素敵なパフォーマンスを見せてくれる福村瑞希さんでいてほしいんですが、最後の最後に今後のモーニング娘。ワンナインの目標を聞かせてください。やっぱり今は14人体制になってまだ間もないので、そのメンバーでこう結束力を高めて、あの今のモーニング娘。いいねって言ってもらえるようなこうツアーを完成させることですね。バージョンアップして頑張ってください、はい、頑張ります、はい、番組では皆様からのメッセージも受け付けています。メッセージの送り方はこちらです。くちゃんよろしく、どんどん送ってください。お待ちしています。実はほう、100回目を記念して、はい、番組からケーキをご用意しています。マークちゃんありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いただきますね。美味しそう。なんかね、誠さん、ね、100回になって改めて嬉しいですね。ねえ、本当にあっという間なような、長いような、人を迎えていきたいですね。そうですね、楽しく番組拝見させていただいてます、はい、ありがとうございます、はい、そして、ね、本当番組をお付き合いくださっている皆様、はい、くださっている皆様からの謝罪激励を胸に、まだこれからも頑張っていきたいと思います、はい、100回目を迎えたタイニータイニー、これからもますます楽しんでもらえるように頑張っていこうかなと思いますので、はい、今後ともぜひお付き合いください。はい、ということでタイニータイニー番組のお相手をしたランキング誠と加藤のり子、そして今回のゲストはモーニング娘。ワンナインの福村瑞希でした。それではまた101回お会いしましょう。さよなら。さようなら。